マーズクライメートオービター。マーズクライメートオービター。マーズクライメートオービターは、マーズポーラーランダーと共にマーズサーベイヤー十八で開発された二つの火星探査機の一つである。マーズサーベイヤー十八オービターより解消された。これらの二つの探査機は、火星の気象、気候と大気中の水とに酸化炭素の量を観測することにより、火星の揮発性物質の蓄積、 振る舞い、大気内での役割を調べ、長期的で、完結的な気候の変化の痕跡について調査するはずだった。しかし、マーズクライメイトオービターは、航行上のミスにより、予定されていた、火星の上空140から 150km の軌道ではなく、高度 57km の軌道に乗ってしまったために、探査機は、低高度での大気による抵抗と圧力により、 調査機材が故障し、通信不可能になった。調査委員会によると、この原因は、地上局でのとある計算が、ポンド10秒、ヤードポンド法の単位で行われていたが、それを、ニュートン、秒、メートル法による単位を予期していた、探査機の高校担当のチームに、単位変換をせずに報告したためである。探査機は、二つの単位システムの間を変換するようにはできていなかった。 マーズクライメートオービターはデルタ7425ロケットによりフロリダ州ケープカナベラル空軍基地の第17コンプレックスの A パッドより1998年12月11日の18時45分51秒 UT13 時45分51秒アメリカ東部標準時に打ち上げられた最初に地球軌道を航行した後デルタ2ロケットの 第三ステージエンジンが、探査機を火星への惑星間軌道に乗せた。打ち上げの15日後、ヒドラジンスラスターにより最大規模の軌道接続操縦、トラジェクトリーコネクションマニューバー TCM をした。この後、火星への航行中に1999年の3月4日、6月25日、9月15日にもヒドラジンスラスターによる TCM が行われた。探査機は、 1999年の9月23日、9時1分、スト、5時1分へに、火星に到達し、軌道侵入のために16分13秒の間、主エンジンを燃焼させた。その後、探査機は、9時6分 UTR と、R3 シベドタイム、地球で受信された時のスト時間。電波信号は火星から地球に到達するのに10分55秒、かかる。2、 火星の裏側に隠れ、主エンジンの燃焼が終わって10分後の9時27分、UT アートに再び姿を現し、地球との電波更新を再開するはずだった。しかし、探査機との更新が再開することはなく、探査機からの信号は完全に途絶えてしまった。調査委員会の報告によると、この失敗の原因は、探査機のあるデータがメートル法で報告されるはずが、 ヤードポンド法によって報告されていたという、航行上のミスによるものと判明した。これにより、探査機は、軌道侵入の際に、予定されていた、火星の140から 150km 上空の軌道ではなく、57km 上空の軌道に、侵入した。探査機は、大気の圧力と抵抗により完全に破壊されたか、あるいは火星から飛び出て、 太陽を周回しながら宇宙空間を漂っているか、どちらかであろうと調査委員会では推測している。マーズクライメートオービター以下 MCO と l ク x は核モーメント非飽和化法、アンギュラーモーメントデサツラチオン、AMD という方法でスラスター、軌道、姿勢修正用の小型、ロケ、エンジンを噴射し、リアクションホイールを線形、非飽和の動作領域に保っていた。 AMD を実施したとき、還元する探査機のデータは地球の地上局へ送信され、地上で処理されて AMD ファイルと呼ばれるファイルに保存されていた。ジェット推進研究所の MCO 高校、運行チームは AMD ファイルから取り出したデータをもとに、スラスターを噴射したときに探査機にかかる力を計算していた。 このような計算は探査機の軌道を正確に把握するために欠かせないことだった。スラスターを噴射した際の速度変化デルタ V は噴射時間と個々のスラスターの性能をモデルするインパルスビット衝撃量に基づいて計算されていた。スラスター動作の計算は MCO では上長性を考慮して探査機上と地上支援局の2箇所で別々に行われるように 待っていた MCOO に搭載されたソフトウェアは、スラスターによる速度変化を正しく計算し、地上局へ送信していた。一方で、地上局のソフトウェアは、もともとは以前にマーズグローバルサーベイヤー計画のために書かれたのだった。MGS では、速度変化の計算は、地上局のみが行い、気上計算は行わなかった。MCOO の地上局は、 この古いソフトウェアの制約のため探査機から送信されてきた速度変化のデータを無視し AMD ファイルに基づいて地上で再計算した速度変化値のみを使用していた。m c o は MGS とは異なるスラスターを使用していたため計画の準備段階で地上局ソフトウェアの計算式を書き換える必要があった。その際にポンド1秒からニュートン 秒への単位変換が計算式に埋没し見逃されてしまった。このため地上局が計算したインパルスビットは実際より4.45倍大きな値だった。1ポンド1イコール4.45ニュートン。探査機から送られた AMD ファイルをもとに地上局の間違った計算式で処理されたインパルスビットはスラスター噴射が探査機の軌道に与える影響をそれだけ 小さく見積もっていた。その結果、地上局は探査機が火星に接近する軌道を見誤り、探査機を予定より低い高度で火星大気に突死させる結果を招いた。この単位の混同の影響は、さらに2つの要因により拡大された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。